公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。ボルビック、はい、今日はですね、会社の方はお休みいただきまして、ちょっと会社行ったんですけど、生活習慣病検診というのを受けてきました。これは社会保険に入っていますと35歳以上が義務付けられている検診でございまして、いろいろバリウム飲んだりとかするんですが、毎年ですね、自分なりにここは頑張りたいっていう項目があって、何を頑張るかよくわかんないですけど、視力ですね、40代後半なんですよ。通常はもう老眼です。かなり、友達とかもかなり老眼で、携帯パッて見せてもこういう感じですよね。っていう感じですけど、ありがたいことにまだそこまでなっておらず、そして視力ももともといいんですけど、今日の感じだと、こう覗いてですね、あれもちょっと不親切だなと思って、どっち目測ってますよって言わないですよね。右も左も、基本的に 1.5 です。で、多分なんですけど、僕目が左目利きなんですけど、左目は 1.5 の、1.5 も結構鮮明に見えてるんで、多分 2.0 ぐらいあるんじゃないかなと思うんですよね。右はですね 1.5 結構ギリかなっていう感じでした。その視力で、まだですね、割とこの辺でも文字は全然見えて、ほとんど、こんなら無理ですけど、携帯も、パッと見せられても、いきなりですね、ゴルフ場とかって外見る、結構遠く見るじゃないですか。遠く見ててパッて見せられると、確かにこうんって見づらいなっていうのは確かにあるんですけど、全然見えますね。なので結構目に関してはかなりまだいい状態を保っているんですが、じゃあどうやって目のこう視力とかを保っているかっていうと、ほぼ毎日目トレをしてます。目トレです。どういうふうにやってるかっていうと、詳しいことはわからないです。目の周りの筋肉とピントを合わせる筋肉をの筋トレですね、基本的には。僕が知ってる限りでは、その目のピント合わせるっていうのは、調べてみてください。調べてみてくれば分かります。中にこう水晶体っていうのが入ってるじゃないですか、目の中って。これマグロのカマとか食べると、目ん玉って新鮮だとこうゼラチンみたいな感じで美味しいじゃないですか。好んでは食べないんですけど、中にですね、こうビー玉みたいな玉が入ってるんですよ。それが水晶体です。で、それ自体がちょっと収縮するんだと思うんですよね、こうピューピューって。でそれによって、虫眼鏡で言えばこう薄い状態とこう厚い状態、どっちが遠く見てどっちが近く見るのかちょっと分かんないんですけど、こういうところのこう水晶体自体の柔らかさもなくなってくる。そしてそれをこう厚くしたり薄くしたりとかする筋肉も弱まってくるっていう、ダブルパンチで40代後半ぐらいから一気に老眼がパンって進むっていう風に言われているんですね。そこで僕がやっているこう、本見てそういうトレーニングをしてるんですけど、車に乗ってる方はですね、信号待ちで、止まるじゃないですか。だいたい信号待ちって2分3分とか、3分も止まんないのかな、止まった場合にまず一番最初にやることは、目をぐるぐる回すんです。こうやって顔が動いちゃうとトレーニングにならないので、ちょっとこう押さえていただいて、左、右、こういう感じで5秒ぐらいですね。上、1,2,3,4,5、下、1,2,3,4,5みたいな感じで、とりあえずこう、2セットぐらいやって、で、ぐる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 っていうのをもうギリギリ、もう震えるぐらい。っていうぐらいにこうギリギリを通すっていうのをやると、だいたい信号待ち1個終わるんですよね。なのでこれで終わりです、1回目で。次信号待ちになったら、今度はですね、瞳をですね、ギュッと閉じたりギュッと開いたりいうのをします。
で、両目でこうギュッてやってギュッて開くと、こうもしも信号待ちが青になったらわからないので、僕の場合は片目ずつやってますね。で、片方をギュッて閉じる、片方を向き開けるっていう、こういうギュッギュッっていうのをやりますね。で、そうするとこれで大体信号待ち終わります。これずっとやってて、でもう一個、これはですね、大体こう20センチぐらいのところに親指を置いて、ここを見る、遠くを見る、ここを見る、遠くを見るっていうのを繰り返していくんですけども、こんな感じですね。見ても分かんないですね、ここに親指を置きますね。ちょうど目の、かなり先のものを見て、そこにこう親指を持ってくるんですよ。で、そして親指見る、遠く見る、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 親指見る、遠く見るっていうのをこう信号待ちまでずっと繰り返してるんですね。で、まあだいたい信号3つぐらいで、終わりに目トレはしているんですけど、どこまでそれをやったから老眼が遅くなってるかとか、もともと老眼が入りづらいのかわからないですが、確実に同年代の方に比べると老眼になっている度合いというか、そういうのは確実に少ないし、目もよく悪くなっていない。携帯とかもうほとんど携帯なんで、もうすごい見ますけど、そこまで悪くなっていないっていうことを考えると、こういうトレーニングっていうのはかなり効いてるんじゃないかなと思います。で、今ですね、目はトレーニングできるっていう本がたくさん出てるんですよ。本にこう迷路みたいなのが書いてあって、で、どこまでこう近づけてその迷路をこう目で追ってくださいとか、それからね、何言ってんですか、 3D みたいな、こう焦点をこうずらしてこう見るとこう立体的に見える絵とか、なんて言うんでしたっけ、ちょっと下に調べて下に書いておきますね。そういう絵を見たりとかすることによって目ってトレーニングできるって言われてるんですね。なのでですね、目が悪くなっても諦めないで、ちょっとそういうトレーニングをしていただくと回復してきたりとか、予防っていう意味ではね、僕は絶対予防にはなってると思うので、そういったものを使って目のケアをしてあげる。特にまあ美容師って細かいところを結構見る仕事なので、そういうところをトレーニングするっていうのは仕事をする上でも大切になってくるんではないかなと思うので、ぜひ参考にされて目トレをしてみてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は私なりに誠意を持ってしっかりお答えしたいと思います。この動画いいと思ったら高評価、グッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。ボルビックってフランスだっけ？フランスです。